シーズン最初の公式戦、敵地でグランパスの強さを見せつける。時間の経過とともに徐々にペースをつかんできたグランパス、抜け出した藤本がゴールネットを揺らすも、これはオフサイドの判定でノーゴール。新外国人ヤキモフスキーがキラリと輝きを見せる。左サイドを起点に相手ゴールを脅かす。指揮官が本格導入を目指す3バックシステムは、フーリオを中心に完成度を高める。前半29分、鎌田がエリア近くでドリブル突破、そして最後は藤本、2人の技術的なコンビネーションでグランパスが先制。1点リードで前半を折り返す。ルーキーながらスタメン出場を果たしたムタも抜群の安定感、3バックの一角としてしっかりと仕事をこなす。怪我から復帰した中村直史は途中出場、強烈なミドルシュートも健在。2年目の田辺も途中出場、気持ちの入ったプレーで指揮官の存在を猛烈にアピールする。後半37分、田口のパスに藤本が反応し追加点。結局2対0で勝利。最高の形で再キャンプのフィナーレを迎えた。